合衆国ジ,ョージア州アトランタ出身の俳優、コメディアンである。映画、ラッシュアワーシリーズのコミカルな演技で知られる。ティーンエージャーの頃から、スタンダップコメディアンとして、クラブなどの舞台に立っていた。ジャッキー・チェンと共演した、ラッシュアワーと、ラッシュアワー2がヒット、MTV ムービーアワードを受賞した。続編の、ラッシュアワー3では、当初、 約21億円もの報酬をオファーされながらも出演を断った。しかしその後、もう一本の映画と合わせて4000万ドルの出演料で出演を承諾した。タッカーは1971年8月31日、ジョージア州アトランタで、父親のノリス・タッカーと母親のメアリー・ルイーズの間に6人兄弟の末っ子として生まれた。6人の子供のうちの一人。 タッカーはユーモアが学校でも家庭でも自分自身に注目を集める力を持っているということを人生の早い時期に学んでいた。高校を卒業した後彼はコメディと演技のキャリアを追求するためにロサンゼルスに移動した。彼の母親と父親は彼の幼年期の間にキリストの神の教会のメンバーであったので彼はベンテコステクリスチャン世帯で育った。 1992年、タッカーはデフコメディジャムに頻繁に出演した。彼の映画館デビューはハウスパーティーさんであった。1997年に彼はランナウェイでチャーリー・シーンと共演し、フィフス・エレメントではブルース・ウィリスと共演を果たした。ジャッキー・チェンと共に、タッカーは1998年の格闘技コメディ、映画ラッシュ・アワー、その続編の ラッシュアワー2とラッシュアワー3に出演。そこで彼は LAPD の刑事、ジェームズ・カーターを演じた。ラッシュアワーが商業的に成功した後、彼はラッシュアワー2で2000万ドルを要求し、ラッシュアワー3で2500万ドルの支払いを受けた。後者はニューラインシネマとの2つの映画に対する4000万ドルの契約の一部でもあり、それには 無名の将来の映画も含まれていた。彼はまた、ラッシュアワーさんから、総額の20%を受け取ることになっていた。2011年、タッカーは、スタンダップコメディに復活した。翌年、彼は、世界に一つのプレイブックで、ブラッドリー・クーパー、ジェニファー・ローレンス、ロバート・デ・ニーロとの共演で、映画界に戻ることができた。映画の中でのタッカーのパフォーマンスは批評家や、 観客からも好評を博した。映画自体は、最優秀キャスト映画批評家協会賞など、多数の推薦と賞を受賞した。彼はまたベッドアワーズ2013を主催した。2016年には、ビリーリンの永遠の1日でアルバートを演じた。ありがとうございます。